皆さんこんにちは。杜氏の川井澄さんです。今日は杜氏の料理シリーズ記念すべき第1弾をしたいと思います。なだぎくチャンネル。料理といっても私はそんなに得意ではないんですけど、このシリーズでは日本酒を使った超簡単なお料理を紹介していきたいと思います。で、今日は焼きそばです。めっちゃ簡単です。これに酒使うのって思われると思うんですけど、これね、蒸しって書いてあるんで水を入れるんですけど、水の代わりにお酒を使うっていうところがこのお酒レシピです。私多分これ週1回ぐらいやってます。夜帰って、最近仕事忙しいので夜帰るの遅いので、これさっと5分でできるんで週1ペースでこれ作ってます。では始めてみましょう。材料はもう簡単です。豚肉、野菜、今日はキャベツと玉ねぎと人参です。であとは大事なのは酒です。で、我が家の冷蔵庫にはめちゃめちゃに日本酒あるんですね。でもイベントとかで終わった後に残った酒とか持って帰るんで、こういう半端な酒が冷蔵庫の中にゴロゴロしてるので、こういう人いつ開けたかわからない、ちょっとだいぶ時間が経ってしまったっていうようなお酒だったら何でもいいです。もう本当に何でも、こんな種類でも大丈夫です。では作っていきます。もう本当に裏面に書いてある通りです。焼きそばって簡単でいいですよね。うちの冷蔵庫には絶対こういう系の焼きそばが入ってます。昼でも夜でもご飯になる強い味方です。これ肉から入れるんですかね。そう私は肉から入れます。肉から入れますか。じゃあ肉から。ね、なんか肉から縮むんが入れるね。あ、なんか生きれるんやろうとかあって思いながら。あ、いい音ですね。いい音。でも、ね、本当にね、料理は適当で、私ものすごい適当な料理しか作らないんで。でも家にお酒がめっちゃあるんで、もう調味料としては一番使うのがお酒です。もう何でもかんでもお酒入れます。はい、麺を入れて、もうここでお酒、今日は本醸造原酒、本当は60ミリって書いてあるんですけど、めっちゃ適当にあ、いい香り、いい香りね。めっちゃいい香り。で、なんかね、もうめっちゃ適当なんですけど、汁がなくなるまで入れて、もし焦げついてきたらまた酒を入れるっていう。いい香りがいい匂いする、ね、なんでやろ、家でするよりいい香りがするの気のせいかな。もうすでに美味しそう。あ、なんかね、なんかすでに美味しそうなんですよね。見てる。え、原酒やらか、原酒だから。原酒はなんかやっぱりちょっと香りが濃厚だから。で、ここでちょっと焦げたらこうなんで、ちょっとだけ火を入れます。ここでこれを入れます。粉末ソース。私でもこの焼きそば水で作ったことがない。
ないです、たまに酒がないときはちょっとみりんで代用したりして、みりんにするとかなり甘いんですけど、でちょっと火を戻して強火にします。あ、いい匂いしてきた。そう、で、なんかちょっともうちょっと出したな。ちょっと下が焦げついてきたらちょっと混ぜて、あとはもう水分を飛ばす感じです。はい、出来上がり。あ、おいしそうです。いい香りがします。めっちゃ簡単です。実に4分でできました。で、あ、やっぱ彩りが綺麗ね。人参を今日はうちの料理部長が切ってくれたのでめっちゃ彩りがいいです。自分やったらもうもやしと肉だけです。下手したらもやしだけの日もあります。完成しました。日本酒焼きそばです。おそらく多分80ミリぐらい入ったと思います。美味しそう。日本酒たっぷりです。実食。ではいただきます。いただきます。はい、新入社員の照本さんが私の味見を、日本酒焼きそばの味見をしてくれます。はい、はい、いただきます。いただきます。どうぞ先に。じゃあ、そばの部分をしっかり取って、はい、もっと難しい。もっと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 もうがっついてください、はい、私本当にさっきも言ったように水で作ったことが一切今までないんで、大人になってからずっと酒ばっかり飲んでます。私はずっと水派だったので、お酒は今回初めてです。水派と酒派です。よし、いただきます。あ、匂いもいい匂いがします。いただきます。美味しそう。あ、美味しいです。美味しい。買った、いつもの味。そんなお酒って主張するわけでもなく、でも何でしょう、コクがあるんでしょうか。とても美味しい。あの野菜とか肉とかがシャキシャキしてる、確かに、あのこう硬すぎない、うんうん、っていうのが特徴かなと思ってます。うん、キャベツがすごくシャキシャキ言います。うん、あのお酒を使うと、まあ、私の勝手な感想なんですけど、麺がふっくらしてる、うん、で肉があまり焦げにくい、うーん、固くなりにくいっていうイメージがあります。でもやっぱちょっと酒のあれするね、ふわっとふわっと、ふわっと、うん、だけど十分アルコールが飛んでると思います。うん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 、これはお子様でもいけます。どうなの。考えたことがない。大人向けの焼きそばですね。美味しい。でもすいません、考えたことなかった。結構ね、今日は入れました。うん、でもやっぱちょっとこう日本酒の風味が残るね。今日だいぶ入れた方、うん、うん、子供はどうでしょう、中学生ぐらいやつなんて。そうなんです。もう本当にこれにお酒を入れるだけなんで、めっちゃ簡単です。でもお酒は本当に家にあるどんなお酒でもいいので、ぜひ試してください。なんか水の方が焦げやすいような気が、うん、焦げます。うん、私は下手なんだ、でも焦げます。うん、お酒でした方がこう焦げにくくて、できるだけこう麺の上にバーッとかけるようにしてます。これは今日はあのソースで作りましたけど、塩焼きそばはもっとあの酒感がして美味しいです。へー、あのそして海鮮がいいです。あ、
塩焼きそば日本酒バージョン。あ、いいですね、うん、ぜひ試してください。はい、あの参考になりましたでしょうか。美味しかった当時のレシピシリーズ、今日は記念すべき第1弾でした。まだまだ続きますので、ぜひご覧ください。このチャンネルが気に入られた方、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 Facebook も Instagram もやってます。ありがとうございました。ありがとうございます。